2011年、エリック・ボンパール杯は2011年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2011-2012ISU グランプリシリーズの第5戦である。2011年、エリック・ボンパール杯は2011から2012年シーズンに開催されたエリック・ボンパール杯。 2011年11月18日から11月20日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技がパリのパレオムニスポールドパリベルシーで行われた。今シーズンよりグランプリシリーズの各大会は男女シングルとアイスダンスの出場選手枠が減らされ、男女シングルは各10名にペア及びアイスダンスは各8組となった。 今大会開催国の統括団体であるフランス表情競技連盟に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングルエヴァン・ライサチェックが出場を辞退しスケートカナダにのみ招待されていたアレクサンデル・マヨロフが追加招待された。また開催国のブライアン・ジュベールが中国杯に引き続き欠場したため同国のロマン・ポンサールが 大体選出された。女子シ,シングルラウラレピストが出場を辞退し、ソニアラフエンテが追加招待された。また、ザラヘッケンが怪我のため大会直前に欠場を発表した。ペアアデリーヌ・キャナック、ヤニック・ボヌール組が出場を辞退し、スケートカナダで開催国推薦によりエントリーしていたジェシカ・デュエ、セバスチャン・ウォルフ組が追加招待された。アイスダンス・フランスが 開催国推薦枠を返上し、スケートカナダにのみ招待されていた、マディソン・チョック、エヴァン・ベーツ組が追加招待された。各競技の上位成績者には、2011、2012、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000メールを差し引かれるとされた。 競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベドル、支払われるとされた。ありがとうございます。